した。こんにちは。はい。まあ、ラストの動画になっちゃう。はい、寂しいですね。寂しいな。寂しいです。いや、俺は本当に関西高校、はい、ちょ一回覗きに行かないか。いや、本当お願いします。マジで来てください。はい。ギャラいらないから。わかりました。何持っていくか知ってる。壁ですね。そうそうそう。はい。それが分かっとけば大丈夫だ。はい。まあ、この後ね、この後っていうか、一緒にコラボだから、はい。つよしのチャンネルにも出てるから。お願いします。ぜひ見てくださいね。うちの生徒見てますんで。ぜひお願いします。いや、本当か、お前。見てます。なめんじゃねえぞ。ね、まあ、ヤクルトって、日本一、雰囲気のいい、はい、まあ、球団だと思うんだけども、はい、俺はね、日本一球場の勝手が悪いというか、いや、もうおっしゃる通りでございますなあ、はい、まあ、学生野球が中心だから、はい、あの球場がね、はいはい、まあ、それはもう歴史がそうさせてるわけだから、はい、まあ、しょうがないんだけども、やっぱいろいろ大変だろ。いや、練習めちゃくちゃ大変ですよ。なんで僕ら拳で草野球の人たちと一緒に練習してなんでビジターチームが本当だよ、神宮で練習してんだよって思ったこと何度もありますし、あのな、はい、そうそう、お前ビジターになったことがないから俺は言っとくけど、はい、ね、どっちでやるのか、うろうさをして、いや、もう打てん、いけっつって、なるほど、おて10分経ったら、ね、終わったから早くメインに来いってそれはですね、お前めんどくさいんだよどっちか決めろみたいな。それわかります、わかります、わかるやろ、わかります、そうですよね。でもクソ暑いよな、あの雨天が。めちゃくちゃ暑いです。もう夏場最悪でしたね、うん、もう。でもそれはそのハンデに思ったことある？いや、思ったことありますね。これはやっぱ他球団は自分のメインの球場でフリーバッティングもでき、はいはい、練習もできって。いや、思いましたね。やっぱある。だって僕なんてやっぱり最後の 3,4 年って途中から守備固めに行くこと多かったんで、うん、守っときたかったんですよ、うんうん、そのいくら神宮だと言っても打球が取れないもんな、練習でな。そうなんですよ。シートロックだけじゃ不安なんですよ。で、守っときたいっていうのがあったんで、それがやっぱ僕が普通に川田さんがバーンってノック打って取り行ったら、取ろうとしたら ここに草野球のやつがいてぶつかりそうになったことあるし何これみたいな。それもさ、捻挫しそうな凸凹があるよな。で、芝生とかむちゃくちゃじゃないですか。でそこでゴロ捕球なんかしたら、もうポコーンって跳ね返って、もうそんなんも全然ありますし、これ全然練習にならねえしみたいな。ファンとの触れ合いもしなきゃいけないしな。いや、そうなんですよ。で、クラブハウスからその室内に向かう時も、もう警備員なんかいるようでいないようなもんなんで、ファンが寄ってくる寄ってくるんで、そうな、はい、サインしてくれって言ったら、でもサインしなかったら言われるしな。そうなんですよ、本当そうです。まあ、剛さんはまあなんかムッティングになっちゃってるよみたいな。いや、そんなこと言われた、まあ、僕はね、割とこうスルー派だったんで、うん、見て見るふりして言ってたと思ったんでめちゃくちゃ怒られたりしましたけど、でもそれはスター選手は大変だと思います、やっぱり。あ、はい、で、拳球場って一般の人も入れるんだよね。そうなんですよ、中にな、はい、で、カッコつけちゃうんだよな、練習でもな。だ、顔がなんかちょっとよそ行きでやっちゃってるんだよね。やっちゃうんですよ。俺もビジターの時そうだったもん。あ、普通こう金カップってあるじゃない、はい、ね、はい、人工芝の時はしなかったの、はい、で、拳が人工芝じゃない、はい、だからちょっと跳ねてさ、はい、ここにファンがいるんだよ、ノックしてるの、はいはいはい、痛い顔でできないけど、どうしても内股になるんだよかって油汗流れて。なるほど。だからすごいやっぱハンデの中やってんなと思ってさ。そうですね、うん、でもあれはあれで慣れるといいの。でも夏場とかって逆に室内の方がありがたいっていう時もありましたね。直射日光は疲れるからな、はい、夏場は。だけどやっぱり一番疑問に思ってたのは、なんで僕らが草野球の人たちをやってビジターがメインで練習して試合開始なのって思ってましたね、ずっと。まあ、それそうだよな。、はい、でもフリーバッティングもさ、どこまで飛んだかとかさ、いろいろ分かんないじゃない。分かんないですよ。定位置なの、ああ定位置だったとか、はい、でよく調整できるよね。まあ、やっぱ慣れっていうのは怖いと思うんだけど、あれ慣れなんですかね。もう慣れしかないよね。そうですね。普通だってありえないじゃないですか。だってヤクルトだけですよね、あのパターンは。いや、あのパターンそうだよ。ですよね。で、ロッカーも遠いしな。遠い。忘れ物したら大変なことになるもんな。そうです、そうです、そうですよ。だって自転車で行かなきゃいけないんで、あの室内まで、うん、なあ、はい、でも自転車はファンを回避するためでしょ。そうです。歩いていくと囲われるから、はい、それが怖いから自転車で行くわけでしょ。自転車ですね。みんな買ってんの？みんな、自転車支給なの？買ってます。買うんだ。買ってます。車も買わなきゃいけないし、自転車買ってましたね、みんな。あ、そう、はい、誰か外国人選手キックボードで行ってましたよね、誰か。それもいいね。はい、いや、でもヤクルトって俺らがいる頃って外車禁止だったのかな。
あ、なんか野村さんの時はそういう風に聞いたことがあります。いつから解禁になったの？みんな派手な車とか外車とか乗っちゃいけないっていうようなルールありますよね。ルールがあって、はい、みんな日本車乗ってたんだよ。なんか野村監督以外は日本車乗らなきゃいけないみたいなルールがあったんですよね。ああ、そう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 、ですよね、そうそう。いつから解禁になったんですかね。え、車好きでしょ。車まあまあ、あの、いろいろ乗ってました、ね、何乗った。あの、僕は一番最初乗ったのは白石さん、今コーチやられてる。ああ、白石さん、白石さん、はい、で人の名前が白石さんっていう車え、何白石さんがもともと乗ってた、うん、あのベンツのゲレンデを売ってもらって、それ最初乗りました。で、一番いい車に乗ったのは何に乗ったの。ああ、でも一番最後に乗ったベンツのクーペですね。 E のクーペですかね。なんか乗りました。一番最後乗ったフェラーリとか乗らなかった。一回乗ってないです。そんなお前なんか乗りそうだよな。いやいや、乗らないです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 。あ、本当、はい、フェラーリはもう、いや、あのイムチャンヨンってみたいじゃないですか。お、あの人がもう、あの、あの神宮の大学とか試合してる人混みの中をブワーンって吹かして入ってくるんですよ。かっこいいじゃん。でもなんかヤクルトの選手って割とこう堅実というか、そんな人が多いような感じがするんだよね。車ですか。車もそう含めて、あ、はいはいはい、家庭とかも含めて、はい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 、なんかこう他の球団ってものすごい破天荒なやつがいて、はいはいはい、ちょっとバカじゃないかっていうやつが少ない、はい、あんまいないですね、ヤクルト。確かにと思うんだよ。一番都会の球場を持ち本拠地としてるヤクルト球団の選手たちが割と質素なんだよね。いや、わかるっす。だけど私服がみんなめっちゃダサいですよ。ダサいの。いや、だけどってそのだけどはちょっと違うような気がするんだけどな。だけどグレードがものすごく上がるのかなと思ったらダサいって下がるからさ。そうですね、言葉が、あ、そうですね、おかしいですね。それプラス、うん、私服めっちゃダサいですね、これ。あ、そう。なんか気にしないの。いや、本当気にしないんですよ。まあ逆にやっぱ都会の人の方が気にしないのかね。いや、気にしてって思いますよ、僕は。お前おしゃれだったもんな。僕は結構こだわりあったでしょ。僕はめちゃくちゃこだわりあったんで、うん、あれだったんですけど、気にしない人は本当気にしないんで、うん、なんでそのサイズ感みたいな人結構いましたね。ブランドとかどこが好きだった。いや、僕ね、あのブランドはあんまり着なかったんですよ。僕ザラとかが好きで。おお、ザラはザラだし。でもデザイナーじゃない、はい、ザラはね、はい、うん、結構着てたんですけど。ザラ入るからいいよ。入らないもんザラ。本当に、はい、なんか結構ねいるんですよね。あの服装に全く興味ない人が多かったんですよ、ね、うん、めちゃくちゃ。まあ、その中でやっぱりおしゃれリーダーって誰なの。僕が一番おしゃれリーダーだったのは川島慶三さん。ああ、分かるような気がするけど、慶三さんはおしゃれだったですね。ただ慶三のあのユニフォームの着方はダサいよな。ダボダボの、うん、現場監督かみたいな感じの。あ、そうなんだ。そうですね、慶三さんはおしゃれで凝ってましたね。慶三はね、あいつ大学の時から知ってるの。あ、そうなんですね、うん、はい、でヤマハっていうその社会人にちょっとあのセレクションで来たことがあって、はい、その時ちょうどコーチやってて、はい、慶三を見たんだけどさ、はい、あんな選手になるとは思わなかったな。いや、僕慶三さんが日ハムからトレードで来た時、この人すごいなと思いましたもん。何がすごい。いや、なんか体そんな大きくないのに肩強いし足もまあ速いしパンチ力あるし、うん、野球センスがすごいなと思いました。なるほどな。うわ、すげえと思って、こんな人いるんだと思って。ちょっとあの話戻そう。はい、慶三だったらと離脱するかも。まあ最後になるけど、ヤクルトに対してなんか思うことってある？僕思うことは、僕14年やったんですけど、うん、ヤクルトだったから14年できたかなっていうのもあるし、うん、ヤクルトだったから試合に出たのかなっていうのもあるし。うん、だからそういう意味では僕本当ヤクルトだったからっていう野球選手14年間できたっていうのがすごくあるんですよね、うん、僕は他の球団だったらって思うと、そんな一軍で試合に出ることすらできてなかったのかななんて思いますね、うん、なんかいろんな僕コーチの人とか結構先輩に結構本当恵まれましたね、うん、ヤクルトでは。でもあのクビになった時っていうのはいきなりものすごく恨んだと思うけども、うん、冷静になって今言えることっていうのはやっぱ感謝の気持ちかの方が大きいですね。僕はあのいい先輩とかいいコーチの方々と巡らしてもらったんで、うん、でそれがやっぱ今 その高校野球の指導にも生きてますし、うん、そういうなんか引き出しがいっぱい増えたなっていうのはありますね。悔いはない。いや、悔いは結構あります。僕、俺ね、あの企画で最後のノックってやろうとしてるんだよね、うん、はい、全国で悔いがある人
ね、最後のノック知ってる？知らない？分かんない。花巻東のやってますね。やってでしょ。やってますね。あれをやるんだよ。はい。これプロ野球選手がその悔いを残してるやつがいても参加できるんだよ。来てもいいよ。そこには誰がメイン？いや、一般の人だよ。そこに僕も行っていいんですか？全然いい。マジっすか？うん、泣いてあげるから。あね、なるほど、はい、まあ、なかなか本当にでも最後の言葉、はい、まあ、感謝で終われてるっていうのがね、はい、すごく俺もほっとしたし、はい、まあ、剛現役の時からちょっとたまに飯食ったりとかね、はい、まあ、させてもらってたけども、はい、でもね、辞めた時っていうのは恨んだの少しは。まあまあまあ、その あるよな、怒りとかね、まあ、最後なんかもうこれで最後だぞっていうことぐらい言ってほしかったなっていうのはありますね、まあ、うん、なんか親とかもやっぱ、うん、親父一回も聞きたことないんで僕の人。ああ、そうかそうか、はい、最後呼んであげたかったかったですね、はい、うん、そんな感じもありましたけど、でも今もう感謝の気持ちに変わっててね、はい、そうですね、まあ、すごくいい話を聞けました。いやいや、もうありがとうございます、ね、ありがとうございました。ありがとうございました。